なってきて、あれやわ、20度ぐらい絶好やな。もうちょっとしたらまた4月入ったらお花見、立野のね、城下町の桜祭りがあるんですけど、今はね、立野ひな祭り、あそこにあの看板が出てますよ、ナイロンのれんの立野ひな祭りいうてな、うん、なってます。え？ほんまに？遠い。あ、遠い。遠いの。東進ってね、学習塾があって、うん、その前の建物があったところにね、もう7年ぐらい前になるわ、あそこであの雑貨屋さんしとったんやけどね。リンボー川。ここからねずっと入っていくと立野のその、うん、はい、古民家というか城下町になります。ちょっとね立野のたたずまいになってきそうでしょう。うんうん、そう、じゃあ後から川になってくる。せせらぎの、もう、ああいうのね、掃除時期はまだ来るね。6月ぐらいから帰ってくるわ。童謡の里、播磨の小京都、立野へようこそということでね、立野ひな祭り、うん、始まってます。まあ、最初にゆっくりしたいから、お手洗いに行きましょう。はい、よいしょ。わあ、なんかトイレもなんかあれやね。いい感じ。現代的でね、すごい綺麗です。うん。わあ。自然の暮らし、金本広場。はい、金本広場の金本です。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日はね、立野ひな祭り展、やってきました。はい、トイレも行ってすぐ今からぐるっと一回りしてみたいと思います。今日も一日よろしく。はい、ね、案内場所になってます角目、ふれあい館、ちょっと入らせていただきます。はい、そしたら、今回のひな祭り の, このリーフレットですね、こちらの方いただきたいと思います。まあ、こんな感じでですね、立野ひな祭りのマップというのが、できてます。はい、これだけね、今あるのがこの16番でしたね。ずっとこんな感じで展示がされているみたいです。こちらはね、まあ、こんな感じでおひなさんのね、展示しています。立野の雰囲気、それではレッツラゴー。こちら公園になってて、駐車場もあるみたいです。休憩所。ああ。なるほど。お宮になってるね。うちにある、おひなさんの、こういう、お道具類はよく似てる感じなんですが、これは、昭和24年、お宮になってるのがすごいと思います。風情がありますね。会場のね、番号がついてるみたいですね。はい、ひな会場が10番、弥生美容室さんで、はい、こちらの方はお花も綺麗ね。だんだんこう春めいてね。ああ、ほんとや。はい、
ここはあのあれやね、新郎さんが左で新婦さんがそれ結婚式かお殿様、ね、昭和50年代ここ、うん、いうことです。はい、こちらが美容室さんになってます。ちょっと覗かせていただきます。はい、スタンプラリーがあってね、反抗していただけるそうなんですよ。反抗していただきます。ありがとうございます。あ、こっちにもおひなさんがある。甘いやつ。うん、大きいな。ここのね、エデンの、東っていう喫茶店ね、あのここはね、あのトラさんの映画で、あのロケで使われたとこなんですね。で、ちょっと大正6年。はい。よいしょ、失礼します。わあ、これ江戸時代からあります。すごいな。明治もありますね。すごいな、歴史やな。あ、お前左から順番に古いんやったんや。すごい。大正8年。保存が大変やったけどね、これずっとこの状態で、うん、すごいな。江戸時代屏風式やね。五人囃子。すごいなあ。歴史を感じるけど、すっごい最高やと思うわ。うん、江戸時代のね、うん。すごいです。こういう辰野の、これ辰野町の消防大従軍団の日の宮蔵のあれ鐘やって、これ、うん、ちょっと鳴らさせてもらおうかな。わ、ほんまや。あ、こんな感じやな。うーん、すごい。はい、樽橋商店さん、うん、昭和26年。これも可愛いけどね、うん、入らせていただきます。わあ、すごいな。昭和26年です。やっぱりなんかあのすごいね、お宮になってるか。わあ、すごい。その一番奥にこうお会いします。おひなさん、一つ一つがすっごいあの丁寧に出来上がってるか、コンパクトなんやけどね、うん、すごいな。これね、画像やったら分かりにくいと思うんですけど、手の大きさで見てもらったら こんな感じ、コンパクト、すごい。あの画像ではね分かりにくいと思いますけど、本当にこんな感じなんです。だから精度って言えばすごいね、そう思ったら、うん、こんな感じね、うん、すごいな。さっきの風鈴、昔のその時代が感じられますね。ああ、同じ看板がそのままあるっていう感じ。歴史やね。ありがとうございました。ここは麹屋さん、21番。
麹をね作っておられるお店で結構有名ですね。手作り味噌、おぎま様、ちょっと拝見させていただきます。わ、なるほど、ここは大きい。よいしょ。播磨のね、小京都って辰野の城下町言われてるんで、京都流はね、左手がおひなさんになるんです。普通は左が天皇さんで、右がお姫さんになるんですけど、置き方がねちょっと違う。一つ一つあれやね、顔色が違うね。意味合いがあるらしいんやけどね、ちゃんと覚えてない、うん、左手がね昭和38年、うん、下はこれは手作りの分になるのかな。すごいね。少しずつその時代その時代にお飾りとかお顔の作りとかちょっとずつちょっとずつ違いますよね。結構まあ金本的には最近っていう感じ、うん、ありがとうございます。こちらは、うん、あ、ほんまや、あ、やっぱ麹はね結構人気なんで、この時間帯だったらもう売り切れないね。あとお味噌が、はい、22番、ここはね、道路に面して展示をされてます。大正4年、うん、切ないな。でも冠がすごい、やっぱりね昔になったらすごいね、冠がすごいワイヤーですごい真剣に作ってるっていう感じがする、うん、ね、すごい。ここはお腹やさお菓子、辰野の銘柄ね、ちょっと失礼いたします。わー、大正7年、ありがとうございます。すごいな、やっぱりこうこの時代になってから全部お土産になっとんや。3人患者さんがないの、どこに行っても感銘がすごいな、うん、すごいね。はい、ここはねお砂糖屋さんやね、27番、うん、ちょっと現代的な、ちょっと失礼いたします。あ、昭和40年代だったらうちと同じぐらいの、この前ね飾る人があったやつと同じぐらいの年代のやつかな、うん、40年過ぎてきたらだいぶね近代的やね、うん、それもお顔がやっぱりあれやね、作られたところによって
細いあの目をしたキリッとしたタイプ、うん、なるほどね。うん、40でこっちは昭和9年、1月人形、うん、よいしょ、昭和初期、そうやな、うん、ここはお砂糖屋さんです。バラ印のお砂糖を作っとってのところね、うん、ありがとうございました。え、29番ね、八崎屋さん本店ってね、結構有名な、おまんじゅう屋さんになります。お邪魔いたします。こちらなんですね。ここは、昭和60年、うん、比較的新しいお稲さんということになりますね、うん、あ、反対側にあるんですね、うん、やっぱこの時代は全部顔が可愛いな、綺麗なお顔がやっぱり多いね。やっぱり大正とか江戸とかそういうのになってきたらちょっと顔がなんかねしっかりしててどう表現したらいいかわからないんだけどここね、いつも表情がね、いつもどこに行っても少しずつ違うのを見るのが結構楽しいです。タクノのアニマラとかね、醤油饅頭がね有名なんですね、うん、すいません、見るだけで失礼しますここは35年、やっぱり35年、この辺になったらどんなさの感覚がやっぱりね、あー、五人林、料理ここまででも保存するのがとも大変やと思うわ、これ、うん、おひなさんのね、展示の他にもここはそういうおまんじゅうを作る時のその型なんかも展示されてますね、これ、うん、もうなんかすごいなあ、これも一つの芸術やもんね。ということでね、八崎屋さん入らせていただきました。悩むな、まあ、季節的には桜餅もええけど、うん、2つの醤油、うん、食べながら。そうやね。うん、立つのは醤油の町やから、そうめんと醤油の町やからね、うん、もうご商売されて何年になるんですか、ここは。そうやわね、もう歴史やね、うん、どうもありがとう。うん、醤油饅頭。信用金庫もね、はい、こういうなんかモダンな、大正モダンというか昭和モダンというかそういう作りになってたんですが、今はちょっとまあ営業をが終わってます。辰野市の空き家相談センターで名前が変わってます。うん、歴史がねある通りなんやけど、まあどこの地域に行ってもそうなんやろうけどね、やっぱりこう活性化していくのはもうなんかいろんな努力せえへんかったら難しいね、もう都市中心型の生活になってしまってるからね、うん、なんとなくこう落ち着くんやけどね、徐々に閉まってるところも増えて、23年、こういうおひなさまあるよね、かわいい。こまないな、もうやめとってんから、うん、
立て直した、こう今の現代バージョンのね、和の建築というのもいいんやけど、昔ながらの建物は建物ですごいなと思いますね、うん、写真屋さんがねちょっと覗かせていただきましたけど、古いのが見えたからお邪魔します。こっちは比較的新しい昭和48年の皆さん、40年代って比較的新しいんですけど、ただこの大正時代っていうのはね、どこで見せていただいてもそうなんですが、この櫓が型になってるんやね、もうすごいね、大正、大正なんや、大正時代っていうことは年号が分かってないけど、こっちは大正13年と書いてあります。ちっちゃいね。うん、そう、こっちはさっき見せていただいた48年です。あっちが30年代になったらこういう感じです、うん、やっぱりあれな、お顔の作りがちょっとずつやっぱ違うね。大正時代から全部これ写真屋さんの貯蔵というか持っておられるお雛さんなんですか。これは私のおばのやつで、あ、やっぱりね、ついてるやつなんですけど、はいはい、向こうがまだ一番新しいのが、はい、主人の姉のやつで、はい、昭和のまだちょっとね、あ、やっぱり全部残ってるのご親族の皆さんのこのお持ちだったやつ、うん、あとはこちらはもう譲っていただいた分なんですけど、はい、あ、すごい価値あるね。飾ってくれるんやったらもらって、うん、ああいうことで、うん、いただいたものなんです。ああ、大正時代もね、すごいね、これ管理大変やね。そうですね。やっぱり昔のって絹でできて、ああ、違うんや、やっぱり。顔も触れちゃうと、うん、ちょっと跡がつくので、はい、素手では触れないんですけど。うわ、大変やね、これまた元に戻すのが。出すのはいいんですけど、しまうのが。ああ、奥さんされてるんですか。緊張するね。ね、いや本当です。飾るものとかもちょっともうやっぱりね、昔のですね。着物じゃん。全然違う。着物とかもね、うん、あっちだと興味なの、ちょっと色合い、はい。この時ってワンちゃんまでいたんやね。チームのお世話役で、うん、あ、そうなんや。高貴なお家しか買えなかった、うん、この当時言うたら、大正時代になったけど、大正何年かまだ分からへんね、ここ。そうですね。うん、で、御殿がついてるのが昭和本当に初期までしかないはずなんですよ、はい、ああ、そうやった、今ぐるっと回ってきたらね、はい、御殿になってるやつが結構この時代からやったんで、そうですね、うん、だから初めの昭和の初期ぐらいまでが一応あると思うんですけど、はい、はーはーはー、それ以降はもう段飾りになってしまったりね、うん、こっちの方にね、そうですね、はい、こっちに移行してきて、移行してきて金屏風になってね、はい、うん、で、お道具もやっぱり少ないんですけど、昔の方が、ああ、あれ全部そうなんや、これやっぱお人形で遊ぼっていうのが、はい、やっぱりその時代の子たちにやっぱりあるので、女の子がね、はい、でこれに市松人形がついてたりとかね、なってたりね、いやいや、もう本当にね、向こうを見るとため息が出ます、本当に、いや、説明していただいてありがとうございます。どっこいしょ、ちょっと休憩いただきますわ。これね、髪もおしゃれやね。まあ天気が急に良くなってきたからね。うん。じゃあ開けます。なんか醤油マネ。さきさん。これないくらって？2個で280。あ、ほんま。どうぞ。うん。いただきます。これ昔からあるんや、知っとんやけどね、うん、会合なんかに出た時にこれようもらったことあるんやけどね、醤油の塩味がねよう効いてね、美味しいですこれね、うん、見たことある、見たことある、うん、公民館とか、あ、そうそう、公民館とかでちょっと歯がさがついてあれやけど美味しいわ、うん、うん、これはお茶受けだと思います、チューハイじゃなくて、うん、うん、寒い時はね、体も萎縮するけど、
外に出とっても気分がすっきりこうへんけど、外に出てもやっぱり違うね、日差しが良くなってきたらね。でもなんでか知らんけどね、畑のことが気になるようになってもてね、水やっとかなあかんやろかとかね、違うことばっかりね、頭で言うけど、前はそんなことしてなかったら、ほんほんと戻ったんやけどね。うん。ほら。もう種、あれ植えなあかんやろかとかね。もうほんまに美味しい、これ。うん。美味しいです。のんびりしてるね、ここ。立つのもね、ふるさと風景画展っていうのがね、ずっとあってね、自分の子供を、自分の時もあったと思うんやけど、自分の子供を3人、育ててきた時に、まあ、立つのの、中学校ね、行った時にね、こういうところの街並みをね、夏休みの宿題で描くのがね、結構基本、流行っててね、でここもそのアングルの候補地になってました。うん、なぜかね、このアングルで、このアングルで絵を描くと、入賞、入選、うん、特選、いうね、名前。もう、その時はもう金賞、銀賞とかっていうんじゃなくって、なんていう言い方になっとったやろ。金賞、銀賞、銅賞じゃなくなっとったな、あの時って。なんちゅう名前やったやろ。あ、そうそう、市長賞とかね。に、観光協会賞とかね。そういうね、部門別に分かれた名前で、賞が入るようになってました、うん、こういうアングルなんかも結構ね多かったです。これはね、辰野の東丸醤油の資料館の方に向かって歩いていっています。ちょっとここがね、東丸醤油の本社工場っていうのは川の向こう東側にあるんですけど、こちら西側のね、資料館になってるところなんですけど、ここのね作りが、レンガ作りになってて、大正時代とそういうね、趣のある作りに、なっています。ここもね、アングルとしてはね、よく立つので使われる場所です。ここもおひなさんが飾ってあれですね、18番ってことになっています。はい、それでは入らせていただきます。失礼します。とりあえずね、検温しています。近づいてください。はい、大丈夫。はい、ありがとうございます。はい、すみません。はい、ありがとうございます。はい、はい、ここはね、入館料10円いりますからね。はい、でパンフレットをいただいて、で、館内を拝見させていただきます。あ、お名前ね。はい、わかりました。その後、辰野の薄口醤油は順調に売り上げを伸ばし、現在、薄口醤油はプロモーションビデオがずっとなってる、かかってるみたいな感じ。また東丸醤油がね、辰野市はね、あと、ミキロフのね、歌もね、夕焼け小焼けの赤トンボを作られた方、それもまあこういう醤油の音楽、曲あるみたいな。赤トンボね。東丸のね、のれんをくぐっておひなさんがあるみたいです。やっぱりヒーローがね、すごい目立つね、この期間中って言ったら。ここは昭和47年、うん、まあいわゆる現代バージョンね、まあ金本の年から言うと自分が、幼少の頃によく見てたやつのひな人形ですね、うん、この東丸醤油のね、資料館ことになってるんで、ね、10円で館内を拝見することができます。あ、ここが醤油樽になってるやつやね。
今はねもう近代的になっとうからこんなあの作りはしてないかもからへんけどね、うん、すごいね。ね、なんかこうタイムスリップして社長室通らせていただいて、うん、当時のねなんか再現をされたお部屋になってます。あ、歴代の社長さんとかずっと、うん、今日はちょっとねおひなさんなんですけど辰野市の東丸醤油の紹介みたいに最後後半になってしまったわあすごい懐かしいこのポスター。はい、醤油試験室。あ、試験室もこんな感じやったよね。もう本当に昭和を物語って、もう昭和っていうかもうあれかな、明治大正、はい、最後はね、薄口醤油資料館で、スタンプを押していただきました。スタンプはねお店の方で、2個それから、お店じゃなくてこういうあの施設で2個4個ね、スタンプを押すように、なってました。はい、ここもね、大正ロマンが漂うねそういうあの蔵と建物、はい、でもねちょっと今なんか業務形態が変わってクラテラス、辰野っていうねそういうなんか施設になっています。辰野市醤油の里大正ロマン館、うん、はい、入ってみたいと思います。いい感じでしょ、うん、このね建物がその大正時代っていうような雰囲気なのに対して、でこっち側がこの醤油蔵のそういう雰囲気となんかこう両立してるっていうかね、うん、あのレリーフすごいね上の、うん、よいしょ。観光案内所になってるよね。ああ、ここも辰野の案内所になってます、うん、失礼します。あ、さっき回ったところのね刃先屋さんの東屋さんか、うん、紹介になってます。辰野のあの案内のあと案内所のあとこう授乳室とかあってね、うん、すごいあの大正のほんまにって本当にロマン交流室、わあすごいな。お手洗いもあれかな、大正ちゃうなはい、交流室に。このドアとかのこの色合いがいいね、うん、貧乏色もそういうの塗り替えてみようかな、この色、うん、はい、ここもね櫓がやっぱりあのさっきあの写真屋さんでもね見てきましたけど、うん、大正15年やっぱりね、
ごいな。自分たちより長生きしてるっていう感じやもんね。昭和初期、一番上の段が大正時代、すごいね、表情がね、その時その時やっぱり違う、うん、あ、ここに出てきた、昭和初期のここの段からね、うん、切れ目っていうか、細い目をしたのが主流やったって写真屋さんの奥様がお話されてましたね。表情がね、もうほんまに行くとこ行くとこ全部違う。その空間とおひなさんとの調和って結構いいね。大正ロマンっていうかね。さすがやっぱり資料館にね、こういうのがやっぱり置いてあります。これも明治の家やからね。わあ、もうミモザが咲いてる。綺麗ね。もうそういう時期なんや。これミモザね。避難解除になってますよ。うん、ここが、クラテラス、うん、音楽と何か和の雰囲気とのミスマッチ、うん、醤油を販売されてるね。ありがとうございます。すごい高級セットになってるんやね。すごい。あ、うん、ショップやね、うん、すごい。醤油とね、そうめんの販売をされてる感じですね。さすがやっぱり立つのやもんね、うん、イボの糸です。立つのはね、こんな中華そうめんもや最近は出てるんだ。立つの城かと思ったら私立辰野子供園です。あの上がね、辰野城になっとんやけど、もうやっぱり町の景観で、まあ、こんな感じで、保育園もね、そういうまあ瓦をのけたというか、作りがね、うん、ほんまにお城の雰囲気になってますよ、うん、すごいね。ずっとあの上が辰野城なんやけどね、だからまあ景観をそこで合わせたんだよね。辰野市もすごい、うん。こっちがね、ひな会場61番、三木露風の生家ということでね、生まれだったとこ。ああ、小学校の頃作ったね、顔入れて、わーってするやつ。はい。あ、ここのすごいわ。すごいね。
昭和30年代、うん、ありがとうございます。30年代で結構あの品のある感じやね、うんうん、角度がある、うん、うん、そう。あ、開館中や、よかった。さっきあの4個ね、スタンプ、あの、押したやつ。ここで抽選会場になったみたいだからね、ここ上がっていきたいと思います。結構ね、辰野来たらええ運動になるんですよ。坂道多いでしょ。うん。だからまあ、結構、観光するのには体力いりますよ。ああ、結構な。わ、これ大丈夫これ。パフパフってこれ。まだこつもんどうけど、これね。パフ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 言うて。なんで、あれやろな。くしゃみを想像してしまうね。うん、こんなん見たら。もう現代病やな。うん。昔から山にあった木なんやけどね。杉。はい、やっと着きました。はい、ちょっとね、小高い丘の上というか山の上に等しいもんがあるんやけどね、今のひな祭り店を巡ったその一番上の方にやってきています。あの向こうのね、直進した真正面のあれが伊保川 のその東側になるんですが、あれが東丸醤油の本社工場ということになります。はい、水仙が綺麗に咲いてますわ。うん、ようこそ。はい、ここを顔を出してね、写真を撮る場所になってるみたい。展開場こちら。はい、失礼します。はい、いらっしゃいませ。本日は、あそこでも皆さんが、あ、はい、受付。いえ、あの引き換えごめんなさい。はい、2枚でよろしいんですか。2つ、2枚、あ、この中入ってももう2人、はい、よいしょ。面白かったです、うん、ちょっと疲れたけどね坂道が多いし、ここ上がるのが一番大変でした。そう、息あんね、はい、ちょっと大変ですね。はい、わあ何があったのやろ、まあ、あんまりこう意気ごまんとはい、クリアファイル、ありがとうございます、ちょうどこれ入れて帰れる、うん、コアのね、こう、なんていうかな、買い物袋とかにこう持ち手でね、痛くならんように。へえ、どうも、そっちの方が良かったありがとうございました。はい、なるほど。いや、これペチンペチンってするようになっとんや。ここあの刻印をしてあって、ほら、うん、だから肩とかあの手持つとこにこれをしたら、紐持っと手が疲れへん、肩が疲れへんみたいな、うん、おそう、皮、うん、それは価値あるね。ラッキーあんまり嬉しそうじゃないけど食べ物がいいないかがでしたでしょうか。はい、今日はですね、辰野ひな祭り店、ぐるっと周遊をして、そして、辰野の東丸醤油資料館と、いうことでね、辰野界隈を紹介させていただきました。最後までご視聴いただきありがとうございました。ほなまた。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録お願いします。